キーパーラボのクリスタルキーパーを施工して、昨日でちょうど1年目だったんで、その効果をチェックしようかと思っていました。でちょうど台風の影響でもう土砂降りだったんで、まあチェックするには絶好の日かなと思いました。ではご覧ください。すごい雨です。ちょっと舐めてました。まあでも結構確認するにはいいと思いますね。ボディの方ですが、クリスタルキーパーですね。で1年しか持たないというふうに書いてたんですけども、まあ結構まだまだ撥水してるように見えますね。ガラスですね。ガラスと、サンルーフの窓は、全面フッ素コーティングというのをしています。これが、パンフレットによると3ヶ月ぐらい持つと書いてあるんですけども、でも1年目でこんな感じです。サンルーフとかに関しては全然撥水されてますね。フロントガラスがちょっとさすがになんかまあ落ちてるかなっていう感じですかね。でもまあ一応垂れてきてるんで、まあ、問題ないかなという感じですね。まあ、思ったよりすごいですね。1年目でまだこのままいけそうな気がします。で、何ヶ月前ぐらいだったかな、まだ3ヶ月か、もっと前か、半年前ぐらいに一度、ミネラル取り、こちらもキーパーラボさんでミネラル取りっていうのをやってもらいました。それでだいぶひょっとしたら長持ちしてるのかもしれません。あと駐車場なんですけれども、屋根がありまして、機械式なんですけれども屋根がありますので、それで効果が長引いている原因になっているのかもしれません。で、まあ、このあとまたクリスタルキーパーをすればさらに、なんか効果がツヤが出るとか書いてあったんですけれども、ちょっともう一回ミネラル取りとかで様子を見ようかなとちょっと思っています。雨がすごい降ってきました。傘を持ってくればよかったと思っているんですけれども、まあ本当5分ぐらいでこんな感じです。